はい、どうも、てっぺりです。今日なんですけど、リクエストがあって、ノーリーのハウツーやっていこうと思います。ノーリーなんですけど、正直自分、そこまで高さがないので、まあ、動作の確認だけやっていきましょう。で、ノーリーっていうのが、まあ、普通の場に掘って、上上げて、前上げてからなんですけど、ノーリーだと逆になります。で、この逆になる必要の動作としては、まあ、リアップだけで十分かなって感じがしてます。で、まずリアップいきます。まあ普通のリアップとは違って、少し耐えると、まあやりやすいかなと思います。で、ノーリーの時のリアップが、まあリアップだとこんな感じなの、ノーリーだとちょっと耐える、少し耐えるとそこで前タイヤが上げれる。だから普通のリアップだと、ここでこの少ない時間で前を上げないといけないのが結構辛いので、少しだけ耐える、少しだけ耐えて上げるといいと思います。で、リアップなんですけど、まあ、詳しい説明はこのバニーホップの動画で、こっちかこっちかわかんないですけど、動画貼っとくんで、そこからバニーホップのハウツーでフロントアップとリアップを解説してるんで、そこでお願いします。リアップの時に手首をこんな感じで使って、腕でちょっと引き上げる、ちょっと押して引き上げる、ノーリーいきます。ちっちゃいな。あ、はい、トレトラン。え？おお。ナイスメイク。はい、応用編はまあこんな感じですね。まあ、歩道から、車道から歩道への段差とかで乗り上げれるのが一番いいかなと思います。まあこんな感じで、僕そこまでノーリーには自信なくて、高さも出てないんですけど、まあ動作確認ということで、こんな感じのハウツーとさせていただきます。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。